私なんて馬鹿げてるよな。実際自分は死んでもよくて、周りが死んだら悲しくて、それが嫌だからっていうエコなんです。他人が生きてもどうでもよくて、誰かを嫌うこともファッションで、それでも平和に生きようなんて素敵なことでしょう。画面の先では誰かが死んで、それを嘆いて誰かが歌って、それに感化された少年がナイフを持って走った。僕らは命に嫌われている。価値観もエゴも押し付けて、いつも誰かを殺したい歌を簡単に電波で流した。僕らは命に嫌われている。軽々しく死にたいだとか、軽々しく命を見てる。僕らは命に嫌われている。寂しいなんて言葉でこの傷が表せていいものか。そんな意地ばかり抱え、今日も一人ベッドに眠る。少年だった僕たちはいつか青年に変わっていく。年老いていつか枯れ葉のように誰にも知られず朽ちていく。不死身の体を手に入れて、一生死なずに生きていく。そんな SF を妄想してる。自分が死んでもどうでもよくて、それでも周りに生きてほしくて、矛盾を抱えて生きてくなんて怒られてしまう。正しいものは正しくいなさい。死にたくないなら生きていなさい。悲しくなるならそれでもいいなら、ずっと一人ではないよ。僕らは命に嫌われている。幸福の意味すらわからず、